私たちは NTQ、 あなたが本当に必要とする会社。タイムライン。6月に会社を5名で設立し、ホテル管理システムの展開に力を入れました。ビナスの正式メンバーになるとともに、アウトソーシングサービスを日本市場に展開しました。日本におけるベトナム IT デーより初参加となり、0という数字の日本顧客数から5社へと実績を伸ばしました。製品・サービス品質の向上を図るとともに、日本マーケットを拡大しました。そしてこの年に NTQ オリジナルのラジコン飛行機第1号が完成いたしました。引き続き日本市場の拡大を重視するとともに、世界への市場を広げるため、2015年には初の日本人スタッフが弊社へ加わり、ヨーロッパからも2人のスタッフを NTQ メンバーとして迎え入れました。2月に日本法人の NTQ ジャパンが設立されました。手続きなどの手間を削減するため、またお客様と直接面談し、柔軟に対応することを目的として設立されました。また同年4月に IT 分野において最も成長を遂げた企業に称えられるサークウェイ賞を3度の厳密な審査を経て受賞いたしました。お客様、現在日本企業を中心に11カ国のお客様とお取引をしており、市場をジャパンマーケットと日本以外のノンジャパンマーケットに分けております。その理由として、日本市場は9割を占めており、メイン市場として力を入れています。関東地区を中心に関西、九州地区のお客様とお取引させていただいております。売上、5年間連続して売上を伸ばし、2016年にも目標達成に向け着実に成長を遂げています。人材、従業員数は5年計画の目標であった100人を超え、さらに伸び続けています。現在は教育にも力を入れており、さらなるステップへ踏み出し始めています。若く活発的なメンバーたちは自身の能力に貪欲であり、あふれるエネルギーをお客様のご案件に注ぎ全力で取り組んでおります。弊社では開発者が全体の7割を占めており、弊社の強みであるモバイルとウェブがそのうちの7割を占めています。そして出身大学は留学など海外で学んだ経験を持ち、インターナショナルなバックグラウンドを持つ人材も揃っています。対応できる言語としては日本語、英語、ロシア語、フランス語となっております。中でも注力している日本語は関税対応しており、日本語能力検定所得数は以下の通りとなっております。製品・サービス一覧、弊社では以下の開発サービスを提供しており、特にモバイル、ウェブ、組み込みを強みとしています。今ではよく耳にする IoT にも積極的に取り組んでおります。 R&D、 弊社では技術力をより地盤から固めたいという思いのもと R&D を行っています。ラジコン飛行機は R&D の活動で初めて完成したもので、飛行機自体が垂直・水平方向に対して自動でバランスを保つ機能を持ちます。案内ロボット、ホテルやオフィスなどでメインエントランスとして出迎え案内をしてくれます。センサーで人が通るのを察知すると挨拶もしてくれます。ライトニングコントロールシステム、遠隔操作で家の電気デバイスをコントロールしたり、インターネットを通じてセンサーのデータを集めたりするスマートシステムを開発しました。スクリーンロック、スタッフの出勤カードをこのスクリーンロック装置に差し込むと、会社の出入り確認やパソコン画面をロックすることができます。職場環境、オフィスは円滑なプロジェクトの進行のためオープンオフィスとなっています。技術に対して貪欲なエンジニアが日本品質に基づき開発しております。会議室は日本庭園をモチーフに構築されました。日本のお客様をお迎えし、日本文化を社内に浸透させるためです。そして各種イベントを通して NTQ の社員は家族であるという理念を守り続けています。お互いの絆を深めることでネクストトップクオリティ NTQ サービスを提供し続けるためです。